10月の9日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いできるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。10月の9日、今日は塾の日だそうです。塾といえばまだまだ青いな、それは未熟。わかった。音楽の自動販売機のことを、それはジュークボックス死後か。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用志のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。握り寿司黒とろ昆布のせ、やり方は簡単。魚の部分に黒とろ昆布を乗せて、よーく、よーく、よーく、なじませるだけ。昆布風味に仕上がって、素晴らしく美味しくなります。どうか、お試しあれ。院長まっちゃん。嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやんけ。